皆さんこんにちは。 JLPJ 競技の中崎です。今日も正しくルールを学びましょう。今日はプレイヤーのクラブが偶然に2回以上球に当たった場合についてです。ヨギーさん、はい、あの今アプローチしてたら、はい、ストロークした後にまた球が当たっちゃったんですけど、はい、ここでクイズです。プレイヤーはラフからアプローチをしたところ、プレイヤーのクラブが偶然に2回以上球に当たってしまいました。罰はありますか？ A ある、 B ない。正解は B の罰はないです。2018年以前まではプレイヤーのクラブがワンストローク中に2回以上球に当たった場合、プレイヤーはそのストロークをカウントし、それに1打の罰を加えて合計2ストロークとしなければなりませんでしたが、2019年からはプレイヤーのクラブがワンストローク中に2回以上球に当たった場合でも1ストロークとしてカウントします。はい、あ、その場合は罰なしで1ストロークとして数えます。わかりました。これこのまま打てばいいということですね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございました。はい。